では聴いてください。広島デイズ。ということで皆さんお疲れの方でいきましょうかね。
では、いつだでは金曜日に発表しました、の新年間です。かなこさんどうぞ。ゆっくりと入ってきた。おはよう。おはようございます。嬉しいね。ちょっと寄ろうか。ということで皆さん、そうね、カメラまずここ構えますよね。ですね、金曜日の配信で発表したんですけども、10月13日より、2人目のメンバー、ニックネームはかなこさんが入りました。イエーイ。かなこさんぜひ、ふってなると思うんですけど、今までなんかみーちゃんとかミクティとかアンティとかニックネームっぽかったんですけど、今回はこの見た目の感じの通り、かなこさんというのがニックネームなので、皆さん、かなことか呼び捨てじゃなくて、ちゃんと差をつけて、温かく守っておられたなと思うんですけども、まずは自己紹介からしようかね。じゃあ、それではいつものいきます。アンディです。ミクティです。みーちゃんです。かなこさんです。4人合わせて、広島です。よろしくお願いします。これやっぱり逆だったね。そうね、さっきね、これはこうやるよって教えたけど、どうしても逆になっちゃうみたいで練習してたのにね、これからできるようになったらいいね。ということで、今日が初めてなんですけども、どう、初めてこのみんなの前に立ってみて。いや、でもなんか2年前ぐらいに、近くの誰からも見えないところで見つめていた。そうね、人生良かったな。まだライブ参加してないのに人生良かったわって生で行く。ありがたいね。そう、今言ったんだけど、かなこさんは2年前ぐらいにこの恋恋ライブに見に来てくれてたみたいで、だからもしかしたらみんなよりも先輩かもしれないんだけど、その見に来てた場で今自分がこっち側に立つとは思ってなかったよね。はい、本当に行ってて良かった。本当に良かった。そうね、壮大だけどこれからその生きててよかったっていう感覚をもっともっと味わえるようにね、曲とかにもどんどん参加していけたらな、なと思うんですけども、今日はまだとりあえず MC とか、ライブアウトの物販とかの参加ということで、まあ、温かなこういうことに参加して、いろいろ話してみんなに知っててもらえたらなと思うんですけど、みーちゃんどう？あなた先輩だったね。いや、もうまだダンスも何もまだ覚えてないのに。覚えてないの？でも、あれ的には後輩だし。そうね、年齢がね、別れたの今回。今まで、うちが1個上で、そこ差があって10代みたいな感じだったんだけど、22歳の仲間が入ってくれて、ここでね、同い年っていう風に別れたから、こっちがしたら急に先輩というか、年齢が上入ってきたってドキドキよね。びっくりしました。ドキドキ？そうよね、年下だからどうしようみたいなのもあるし。何楽しそうな人。何なの？あなたも先輩よ。ですね。なんか先輩感すごいですよね。でも、かなこさんの先輩感すごい。先輩風がすごい。今日の登場やばかったよ。そう。今日の登場すごい優雅に入ってきてるから、朝いつもの控え室みたいなところに入ってきた時に、おはようございますって下やかに入ってきた。新しいタイプだって。本当にね、この2人ずっと賑やかな時にさ、新しいタイプが入ってきて、うちらもどんな子かまだ分かんないけど、皆さんもまだ分かんないと思いますので、一緒に知っていけたらなと思います。どう、まあ、お祝い話していこうか。私でもね、じゃあこの後の曲も楽しんでてね。